前田佳代のは、元女子自転車競技選手。全日本選手権、トラック種目女子スプリントで10連覇兵庫県、西宮市出身。鹿のや体育大学卒業。ジップの影響を受けて自転車競技に取り組むようになった。兵庫県立西宮高等学校時代の2008年、奈良競輪場で開催された第28回アジア。 自転車競技選手権大会ジュニア部門500メートル個人タイムトライアルで優勝。また、前橋競輪場で行われた全日本自転車競技選手権大会500メートル TT でも優勝。2009年にはジュニア世界選手権自転車競技大会500メートル TT において36秒111を記録しごい入賞。また、 全日本自転車競技選手権大会では、500mTT2 連覇を果たしたほか、個人スプリントも制し、短距離2冠を達成。2010年は、ガールズ競輪第3、4戦優勝。そして、全日本自転車競技選手権大会で、2年連続の個人スプリント、500mTT 制覇を達成。2011年は、 全日本自転車競技選手権大会で500メートル TT4 連覇、個人スプリント3連覇、新種目のチームスプリントでも石井博子とのペアで制し、3冠を達成した。2012年は5月1日、ロンドンオリンピック代表選手に選出されたが、ロンドンオリンピックスプリントにて1、16、決勝敗者復活戦で敗退。その他、 全日本自転車競技選手権大会で500メートル TT5 連覇、個人スプリント4連覇、石井博子のペアで挑んだチームスプリントも連覇し2年連続3冠を達成。またトラックワールドカップ、仮大会で石井博子とのコンビで2位。2013年、カノヤ体育大学を卒業。以後、京都府自転車競技連盟所属選手として活動。 2018年9月9日、イズベロドロームでの全日本選手権、トラック種目女子スプリント決勝で、大田理由を下し10連覇を達成。その直後、現役引退を表明した。現役引退後は、就職活動中としたが、日本オリンピック委員会が実施している、トップアスリートの引退後のセカンドキャリア支援、アスナビネクストを利用し、 電通の子会社である電通九州に採用され、2019年2月1日付で入社した。ありがとうございます。